ペドレ・ドゥミトレスクは、ルーマニア王国の軍人。最終階級は、陸軍大将。第二次世界大戦ではルーマニア第三軍を率いて、東部戦線に参戦し、ソ連軍と戦火を交えた。ドゥミトレスクは、1882年2月12日に、ルーマニア王国ドル受験のドブリドルで生まれた。1901年に、砲兵、砲兵士官学校に入学し、1903年に、 小尉の階級を受けて卒業した。1906年には中尉へ、5年後の1911年には大尉へ昇進している。同年ブカレストの軍事大学に入学し、2年間の修練を経て1913年に卒業した。第一次世界大戦勃発後の1916年に小佐へ昇進し、翌年には中佐となった。大戦後の1920年に、 大才昇進。戦艦期には、軍の要職を歴任し、1930年から1932年まで、パリ駐在部官、1932年から1935年まで、ブリュッセル駐在部官を務めている。帰国後は1937年まで、ルーマニア軍司令部参謀長を務め、同年巡賞へ昇進した。第一軍団司令官を経て、 第二次世界大戦勃発直前まで、砲兵観察官を務めていた。1940年に G レベンチの後を継ぎ、第一軍司令官に就任している。1941年3月25日、ドミトレスクは、ルーマニア軍の主力である、第三軍司令官に任命された。以降彼は、終戦間際までその地位を引き継ぐことになる。7月5日、第三軍は、 旧ルーマニア王国領北部ブコビナに進軍し、1940年6月28日以降、ウクライナソビエト社会主義共和国支配下となっていた、同地を奪還、チェルナウチを占領する大きな戦果を挙げた。さらに彼は、北部ベスサラビアの回復を目指してペルト川を溶かし、ドニエストル川へ向かって進軍した。その最中、ドイツ陸軍の第十一軍と合流し、 ドミトレスク率いる第三軍が左翼を、ショーベルト率いる第十一軍が右翼を担った。ベッサラビアで両軍は別れ、第十一軍はドニエストル川を越えてブック川南部へ向かい、第三軍はこの地に止まって、ベッサラビアを回復した。9月、ドミトレスクは第十一軍の背後でドニエストル川東部に移ろうとした赤軍部隊と交戦し、これを尻けている。 アドルフ・ヒトラーやイオン・アントネスクによってルーマニアの旧国境を越えての戦争継続が決まるとドミトレスクは第三軍を率いてクリミア半島に進出しアゾフ海の戦いに参戦した10月10日までに彼の部隊はルーマニアから約1700キロ離れた地点まで前進し規模の大小を合わせて46回の戦果を交えたこれらの戦闘により 敵陣営に2万人以上の死者と4万人以上の負傷者を出し、1万5565人の戦争捕虜や149両の戦車、128門の大砲や700丁の機関銃を旅客する大戦果を上げた。第三軍側には1万541人の犠牲が出ている。これらの選考により、ドミトレスクはアントネスクに次いで、 ルーマニア人二人目となる岸鉄十字章の受賞者となった。また、三等未敗有観光勲章も贈られた。1942年6月28日からの下記攻勢作戦であるブラウ作戦に参戦していた第三軍はドイツ軍の第十七軍の右翼を担った。7月18日に大将へ昇進。昇進直後、ドゥミトレスクはアゾフ海と国海の間に位置する タマン半島に向かい、クリミア半島の数軸国陣営とノボロシースクの陣営を結びつける橋を建設した。一連の作戦中、スターリングラードのドイツ軍は緊急の支援を必要としていた。国防軍最高司令部は、ドミトレスクの第三軍を包囲されたスターリングラードに移動させたが、これは戦いの中で消耗した第三軍には、 すでに大きな戦線を維持できるほどの力がなかったことを意味する。戦力不足問題はソ連南西部に展開していたルーマニア軍の他部隊をすべて第三軍に統合することである程度の改善が図られている。この時、ドミトレスクは南西部におけるソ連軍の勢力拡大を最高司令部に報告したが結果として彼の報告を無視する形での統合が行われた。 11月、ソ連は南西部よりウラヌス作戦を開始した。ドイツやルーマニア、イタリアなどからなる防衛戦線は矢面に立たされた第三軍もろとも壊滅し、ドミトレスクも後退を余儀なくされた。広報要員や軍属などをかき集め、かろうじて体制を立て直した第三軍は、チルカワ付近でソ連に抵抗を見せたが、やがて押し戻された。 12月、西方への戦略的撤退が決定された。ウラヌス作戦の後、第3軍はバルター・ベンクを参謀町に迎え入れて再編された。1944年3月26日から8月24日までの間、ドゥミトレスクは第3軍に加えてドイツ軍の第6軍を指揮下に置き、新たにドゥミトレスク軍集団を形成した。この軍集団は、 1> 第1次ヤッシーキシニョフ攻防戦において、ソ連の攻勢を退りぞけることに成功している。第2次ヤッシーキシニョフ攻防戦後、ドゥミトレスクはブカレストに向かい、その工程でソ連との交戦を避ける計画を練っていた。しかし、赤軍部隊はドゥミトレスクを待ち伏せしていた。彼らはブカレストに到達したものの、待ち伏せていた赤軍によって13万人もの、 ルーマニア軍兵士が捕らえられた。同時期、アントネスク体制が崩壊し、ルーマニア王国は連合国支援へ転換した。ドゥミトレスクもハンナチス体制の下で6000人ほどのドイツ軍捕虜を取ったが、しばらくして予備役に回された。終戦直後に樹立された共産主義政権により、ドゥミトレスクはレオナルド・モチュルシア・ニコライ・ダスカレスクなどと共に、 法令第312号で定める戦争犯罪に加担した疑いがかけられた。結果的に証拠不十分として無罪判決を受け、1950年1月15日にブカレストの自宅で死去。ありがとうございます。